天城火山の地形図北より天城山の前景。左端の山頂が割れたピークは、伊豆東部火山群の八幡山。右手前の山体は、天守火山と呼ばれる第四期の清掃火山南麓の東伊豆町より、天城山を望む。右は、相模灘。天城山は、静岡県の伊豆半島中央部の東西に広がる山。天城山は、連山の総称で、 天城連山や天城山脈と称されることもある。日本百名山の一つ。伊豆半島最高峰の万三郎竹万次郎岳、円傘山等の山々から構成される。東西の山岳部は、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。天城山は、第4期の清掃火山。80万から20万年前の噴火で形成され。 火山活動を終え侵食が進み現在の形になった。かつての山頂は侵食が深い南側にあったと考えられている。円傘山も含めて天城山とすることが多いが、火山学上では伊豆東部火山群に属し、天城山が活動を終えてからできた火山地形である。また、万座ブロ岳の西に位置する川紙幣加工がおよそ3200年前に噴火し、 北陸にかけてなだらかな斜面が形成されているが、これも伊豆東部火山群の活動に分類される。気候の節で述べたように、天城山は田内帯であり、雨木という語が由来であるとする説がある。また、葉に多くの糖分が含まれている天城甘茶という山あじさいに近い種類の植物があり、日本国内にはこの葉を乾燥して甘茶を作り、 薬用や仏事に用いる風習が残る地方がある。その天城山茶が伊豆の産地に多く自生しており、かつて天城山周辺の住民にも同様の風習があったために天城山の名になったのではないかという説もある。夏季には太平洋からの湿った風が天城山に当たることで上昇気流となり雨雲に発達するため雨が多く、 年間降水量が4000ミリメートルを超えることもある。アメダス地点の平年値は4552.6ミリメートルであり、気象庁の観測地点としては、薬島4651.7ミリメートル、エビの4625ミリメートルに次ぎ、国内第3位の降水量である。また、冬季には積雪することも珍しくない。天城山の北陸、伊豆市、 イカダバのわさびだ。天城山の清流を利用して250年以上、前から栽培され、棚田は1500枚にも及ぶ。近世には徳川幕府の天領として、天城山を、二来山大官が管理してきた。山中の檜ノ杉赤松沢ラクスやきキカシモミツガの旧種は、正規とされ、紅葉以外は、伐採が禁じられていた。静岡県の安倍川上流の宇都木地区より、 わさび栽培が伝えられ、茶、椎茸と並ぶ、豆寸園三国の主要な特産物として、江戸でも流通し17世紀後半代には、年貢としても納入されていた。明治期には畳石栽培が生まれ、現在では一大産地となり天城のわさびは、最高級ブランドとなっている。また、これも、明治期に、天城湯ヶ島地区にて、椎茸の栽培法が確立し、 一帯では現在でも椎茸の栽培が盛んである。天城山の稜線にはブナ林があり、中にはブナの巨木も見られる。5月には天城シャクナゲ、6月には天城ツツジの花が見ごろになる。標高約600メートル以下の地帯標高600メートル以上の地帯人工林としては、杉とヒノキが登録では標高1000メートル付近まで、 北陸では800メートル付近にまで植林されている。山腹、山陸の巨木太郎杉子瑠璃や大瑠璃など年間で64種の鳥類が確認されている。白ヌタの池などは森オガエルの産卵地として知られ、白ヌタの池とその周辺の生物章として静岡県天然記念物に指定されている。埼玉峰万三郎岳の山頂万次郎岳を 西から望む万三郎岳と馬の瀬を、東から望む天城山は著名な登山家である、深田久屋に日本百名山の一座として選ばれ、登山シーズンには多くの登山客を集める。山陵は森林限界を超えていないため、登山道の大部分が紅葉樹に覆われている。そのため、万次郎岳から馬の瀬に至る安部にある2カ所の岩場と、八丁池展望台、 山体西部の青須台で展望が開ける程度である。最高峰である万座不老岳においても、わずかに北方が望めるほど。万次郎岳と万座不老岳の間の馬の瀬と呼ばれる、尾根には、登山道が、汗びの樹林の中を通る、汗びのトンネルがある。また万座不老岳の北東側には、尺投げ群生地がある。なお、天木山は、積雪があるため、 冬季登山の場合は、愛禅が必要になることがある。昭和天皇は1930年6月に八丁池までの往復を歩き、この際に使用した登山道を三雪歩道と呼ぶようになった。八丁池には、この登山を記念して、天筆流昇碑と刻まれた記念碑が残っている。なお、昭和天皇は1981年6月にも登山している。 また、昭和天皇の孫であるなる人新郎も1982年7月に天城山の縦走を行い、万次郎だけから万三郎だけ八丁池を抜けるコースを歩いた。ありがとうございます。